結局午後は曇っちゃいましたね。格屋に向かいます。はい、格屋ね、来ましたね。今日はまずはここを整理して、まあ、こっちに寄せるんでしょうね。通路を確保します。はい、こちらの煙幕の高さ、僕の顎下ぐらいまで来てますね。すごい、これは絡みそうですね、相当。はい、こちらはどこかというと煙幕ゾーンの一番西側ですね。ダクト、大ダクト潰してある。まずここのですね、小ダクト全部こっちにまとめるのと、あとここ、これだ、冠水チューブ入ってますんで、これも全部こちら側に対比します。いや、冠水チューブがやばいですねこれ。絡みついちゃって煙幕が引っ張れない。よし、フレーガガガガガガ。いや、疲れた。引っ張ってくるのに1時間半かかりましたね。はい、本当はもううなぎ終わってる予定だったんですけど、ドラピシニガーです。本日は誠にお疲れ様でした。疲れた。とりあえずダクトもチューブもこっちに寄せましたんで、あとはトラクター運び込んで、あとは そこですね、そのここ煙幕が向こう側に行っちゃってるんで、一回こっちに全部こう寄せて耕すっていうようなことを、まあ明日以降ですね、寄せるところまで今日までやるかもしれませんが、もう隣のキュウリゾーンは加温が始まってますんで、早いことトラクターをこっち側に持ってきたいと思います。はい、皆さん気をつけてお帰りになってください。はい、最初はピヨピヨじゃんけんグー、じゃまた。ピヨ飯です。鳩の餌と鶏の飯。ピヨさん、おい、何やってんの。あ、これあ、これね、ピヨさんが多分下に落っことしちゃったやつだよね。餌食べようとしてたでしょ、ピヨさん。もうなんか見たな、さっき一瞬でも全然食べる気になんなかったな。あの鶏の飯っつうのは何なんだ、あれは。いや、あ、そっか、ピヨさん鶏だと思ってないんだっけ。俺はな、まあ鶏なんだろうな、多分。たださ、お前らが食べてくれないってことは鶏じゃねえんかなと思ってさ、あれだろ、養鶏だろ。皆さん、そうだよ、確かに卵をね、食べたかったんだけどさ、あ、卵はもうおしまい。だよね、もう食うしかねえんだけど。そうでも食べないし。皆さん、あと5年ぐらいは生きてね。
5年ぐらい、お前5年後にはちゃんとしっかりあの利益上げとけよ。はい、はい、毎度おなじみのピオさんですよ。おなじみだよな。俺のことわかるか。うん、どうぞ言ってみよう。そうだよ、そう、正解、その通り。俺正面を俺は見てんだよ。俺カメラっていうのはなんか嫌だな。俺がこのうち飛びかかっちゃうからな。じゃあ明日もよろしくな。